僕、モデルのマモルだ。先日、フェレットワールドで撮影会がありました。プロのカメラマンが超イケイケの写真を撮ってくれるんだぜ。正直この日は超上がってた。わー、ドキドキが止まらない。撮影セットは本格的。黒バッグでフェレットちゃんがかっこよく映るような工夫がされていたよ。そしてついにマモルの番がやってきた。ご自慢の赤色の蝶ネクタイをつけて、目指すはパリコレ、セクシーな体を見せつけてやれ。よっしゃ、俺のポージング見てろ。行くぞー。パシャ、決まった。ブル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 、パシャ、お疲れした。この日のマモルの集中力は皆無。いつもは本当にもうちょっとおとなしいんです。大の大人が5人がかりで汗を流してマモルのご機嫌取りをするという、冷や汗が出る現場を目の当たりにして焦る飼い主。そうとは知らず暴走するマモル。スタッフさんってすまのです。この状況でもかっこいい写真を撮ってもらいました。カメラマンさんすごい。撮ったデータは後からもらえます。そのデータを使ってオリジナルグッズも作れる。私も頼んだので届くのが楽しみです。逃げ切った、頑張った。逃げ切った。